はい、すいません。先日ね、生活保護受給者の品田直彦さんとズーム対談させていただいたんですけども、その時の対談模様、この動画がですね、1時間10分ぐらいなんですけども、こちらの方がね、今まで私がズーム対談した中で、まあ、1、2を争う初速の再生数になりました。初速の再生数ってのは、大体ね、私のズーム対談を YouTube アーカイブからアップロードすると、最初の1日24時間で100再生ぐらいはどれも行くんですよ。で、100再生行かなかったら、ああ、ちょっとこれはプロモーションが弱かったかなとかね、興味を引く内容やサムネイルやタイトルではなかったかなっていうふうに思うんですけども、でも大体100は、最初の1時間、1日ですよ。24時間で出るんですよ。で、今回ね、品田さんとの対談っていうのが、450回超えてるんですよね。いや、これはね、珍しいです。通常の他の動画の、4倍から5倍のインパクトがあるってことなんですよね。まあそのぐらいちょっとね、多くの方の関心を引いたのかなっていうことと、あとね、高評価 100% なんですよ。これも珍しいですね。大体私が単体で出てる動画も低評価つくんですけどもね、特に生活保護から年収1億とかね、1億円稼ぐぞみたいなタイトルだと、多くの人がね、ちょっとこう反感を持つのかなと思うわけなんですよ。生活保護がそうやって稼いでんじゃねえやみたいな、稼げるもんかみたいなね。そんなことがあると思うんですけども、今回品田さんが普段から YouTube 活動頑張ってくださったってこともあったと思うんですけども、頑張れ頑張れみたいなね、そんな応援だったと思うんですよ。実際、このズーム対談の途中に売り上げ発生してますからね、品田さんの口座にお金入ってたらしいんですよ。だから、品田さんを応援する方とか、本当に今ね、まあ、いろんな可能性とか希望が見出しにくい世の中ですから、生活保護の方が、本当にね、生活ぐーっとね盛り上げて自分の力で稼ぐところを多くの人が見てみたいっていうふうに思ってるんじゃないかなと思うんですよ。そして自分も何か頑張ってみようかなっていうふうな希望を与える、そんな動画になったのかなと思いますよね。今回の取り組み本当に素晴らしいことだらけで、私が一番ね学ばせていただいたかなと思ってます。で、私もね、お金を稼ぐ専門家ですから、生活保護の方もね、どんどん稼がしてますんで、それ自体はそんなに珍しいことではないんですけども、まあ、今回ね、品田さんが、こう、自分の名前を出してね、顔を出して、で、YouTube でどんどん自己表現してくださって、で、中にはね、品田さんに、こう、石を投げるようなコメントを書いてくる人もいるんですけども、それに悩みながら今突破して、ここに来てるってことで、いろんなね、茨の道を踏み越えて、私たちと同じネットビジネスで稼ぐっていうふうな道を歩いてるんだなと思ったら、もうこれ完全にね、もう仲間ですよね。私の友達の小野里さんとか、それから東京のね、A2 クラブのひろしさんとかも、この品田さんにはね、大注目してますから。もちろん、新潟のね、奈美さんとかね、それから、鹿児島の吉谷さんとか、品田さん、本当にフルフォーメーションで支えてますんでね、これは成功する可能性高いですよ。まあ、プレッシャーに感じずに、喜びと感じてください。いろんな人が品田さんという神輿を担いでるんだよって、私も担いでますしねまあ疲れたらね、でも休んでくださいね。お金を稼ぐなんてのはね、厳しい言い方すると、命をかけて片手片足を失ってでもお金をつかみに行けっていうふうにも思いますけども、金稼ぎごとでごときでね、命をかける必要ないとも言えますんでお金がなくたって別に幸せで豊かに暮らす方法はありますからね。まあでもお金を稼ぐことはそんなに難しくありませんよ。ね、それは品田さんが今回、ズーム対談をしながら、あれ入金あるじゃんみたいな、そんなところで感じたんではなかろうかと思います。それではこれからもよろしくお願いします。